NHK ネットラジオ、ラジルは日本放送協会の NHK ラジオの IP サイマルラジオ、サイマル配信サービスの交渉、愛称である。山間やコンクリート建造物の中などの電波が届きにくい場所や外国の電波で渾身を受ける地域など、南朝市地域の状況を改善する補完的な措置としてインターネットで配信する。ラジオ第1ラジオ第 2FM を対象に扱う。 サービス名称は、交渉、NHK ネットラジオ、愛称、ラジル、ラジルである。民放ラジオ局は、同様なインターネットによる、サイマル配信サービスのラジコを2010年3月15日から、開始した。対象機器とアプリケーションを可視する。コンピュータによる聴取は2011年9月1日に、開始された。ウェブサイト、NHK ネットラジオラジル、ラジルから聴取する。 ラジコと同様にストリーミング方式を用いており、HEAAC 形式 48kbps でエンコードされ、フラッシュ形式と HTTP ライブストリーミング形式でコンテンツデリバリネットワークを通じて配信される。音声レベルはラジコと同程度のプラス 6dB に調整されている。配信時の音声は地上波放送と同様、ラジオ第一と 第2話モノラル FM 放送はステレオである。地上波放送から配信到達までの遅延は数秒から数十秒である。当初は Windows メディアオーディオ形式の 48kbps でエンコードされたストリーミング放送も行われていたが、同形式の配信は2015年8月31日に終了した。放送法第20条第5項に NHK は、中波放送と超短波放送とのいずれかが、それぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。と規定され、日本国内の難聴取地域解消を目的としているため、日本全国を対象に聴取地域を制限しないが、日本国外は IP アドレスにより判定して聴取を制限している。放送法第92条で、 地上機関放送事業者は、その機関放送局を用いて行われる、機関放送に係る放送対象地域において、当該機関放送があまねく受信できるように努めるものとする。とされていることから、配信局の多局化を検討し、当初は東京の放送センターからのみ配信したが、後に配信局が追加されて2016年9月1日、現在は、 全国の主な拠点地域8局から配信されている。ラジオ第一 f m 放送は全国放送の番組と各放送局ごとのローカル番組が放送されているが、ラジル、ラジルも原則的に当該局の放送と同じ内容が配信されている。配信地域は日本全国であるため、地域内の南朝市地域や地域外から た地,地域や状況によっては、当該地域の地上波で放送されない、全国放送番組を保管する役割もある。春季は6月、夏季は7月下旬、秋季は10月から11月に集中する、高校野球の地方大会など、スポーツ中継や NHK 全国、学校音楽コンクール地方大会など、地域ローカルの特別編成で、 通常放送の全国放送番組が当該地域のみ差し替えられた際などに保管される。番組内でもローカルの特別番組などで地上波での聴取ができない場合にラジルラジルで聴いている胸の声が寄せられたこともある。ローカル枠の詳細や放送地域は各放送局の項に記述がある。なお、ラジオ第二放送は終日国内共通内容の放送でローカル枠が ない。地上波で唯一、コールサインと放送局名の読み上げ時のみ、各放送局ごとの放送となるが、ラジル、ラジルは、どの地域を選択しても、コールサイン、ジョアブの音声が配信される。当該時間帯は独自のフィラー音楽と、おおむね3分を機に一度の、NHK ラジオラジルラジルではお聞きいただけません。との録音アナウンスが入る。アナウンスは、 当初の山田敦子に次いで出山智樹が担当する。2011年9月1日の配信開始1時間前にも同様のフィラー音楽とアナウンスが試験配信された。番組表はこの時間は NHK ネットラジオではお聞きいただけません。ラジオ放送のみで放送しています。と表示される。放送設備メンテナンス等により 不定期のそれぞれ午前1時から5時に休止、電力放送がされることがあるが、放送休止の地域の放送局は、地上波と同様に、ラジル、ラジルの配信も休止される。休止中は無音化、テストトーンによる信号音のみとなるが、稀に通常番組の音声が入ることもある。電力放送の場合は、通常通り配信される。地上波は、電力放送開始前に、 原力がアナウンスされるが、ラジル、ラジルはアナウンスも省略される。東京のラジオ第一放送に限り、地上波が休止中も裏送り喪失で対応して、ラジル、ラジルの配信は休止されない。また、地上波は通常放送を行い、配信設備のみメンテナンスのため配信休止する場合もある。この場合、東京局とその他7局のメンテナンスは異なる日に設定され、 ラジル、ラジルの配信自体が休止されることはない。放送された一部の番組や、ライブストリーミング配信発局に入らない、地方局の一部ローカル番組については、聞き逃し番組の配信サービスとして、ラジル、ラジルのホームページで番組の音声を公開している。公開期間は番組によって異なり、著作権などから、対象番組でも配信休止や編集によって一部内容が、 削除される場合がある。聞き逃し配信サービスの番組は、Android や iOS の、ラジル、ラジルアプリでも、聴取可能である。2017年5月以後は、定時ニュース、天気予報、交通情報、スポーツ中継、国会中継、ジャニーズ事務所所属タレント出演番組、音楽が多数放送される番組、などを除くほとんどの番組が1週間以内に、 聞き逃し配信されている。ジャニーズ事務所所属タレントの出演番組は、ジャニーズの肖像権管理方針で、ラジコのエリアフリーとタイムフリーに並び2018年春季から、聞き逃し配信が開始された。ラジルラジルでの聞き逃し配信は実施されておらず、リダイレクトされる措置を取られている。各種語学番組、NHK 高校講座、お話出てこいなどが該当する。 大規模災害が発生した場合、被災地域を管轄する放送局から期間限定で臨時配信される場合がある。NHK ラジオのキャラクターとして2011年4月20日から登場したラジルが、ラジル、ラジルも連動して行う。声優は、久保田めぐみ。NHK ラジオの放送の中から、えりすぐりのトークやコーナーをまとめた、ウェブマガジン。音楽、エンタメ。 文学、歴史、趣味、カルチャー、暮らし、健康、情報、子供科学電話相談といったジャンルを示すアイコンと、ともに、記事が配置されている。記事上部に要点を3点、ざっくり言うとでまとめ、記事を読むのみの場合と、放送を聞くも提供されている場合とがある。NHK ラジオのトップページは、ラジル、ラジル、聞き逃し、読むラジル。 の三つのサービスが選択できる構造、ありがとうございます。